おはようございます。12月5日モーニングショットをお届けしたいと思います。ドル円は147円の2535売りから147の60ストップ146の8070で利食い買い戻しを、25の売り差し値が入って、もう少しちょっと売り増しして下がったところ1回買い戻しをしております。もう1回、跳ねて上がってきたら、売ってみようかなという感じで見ております。ただマーケットのですね、ショートポジションのこう積み上がりにはちょっと注意かなというふうに思います。ユーロドル 1.08、7080売りから 1.0905 でストップ、 1.081505 で利食い買い戻し。ユーロ円159円の7585売りから160円ちょうどでストップ、159円の2515の利食いで。ポンド円186円の2030売りから186の50ストップ、185円の6050利食い。タイドルは 1.266070 売り、 1.2690 ストップ、 1.25 の9080利食い。オージー円97の6070売りから97の95ストップ、97の10ちょうど利食い。タイドル 0.663545 で売りから 0.6665 ストップ、 0.65 の8070利食い。ニュージー円91円ちょうど10売り、91円30ストップ、90円の5040利食い。タイドルは 0.6190、 0.62 ちょうどで売り、 0.62 の25でストップ、 0.614030 利食いのイメージを作りました。一瞬147円を割り込んで97にアースクまで売り、下がった後、一旦今持ち上げられておりますが、それほど大きくですね、上に跳ねる感じはまだしてないです。なので、引きつけて一回戻り売りできるかな、とそんな感じで見ております。ちょうど9時過ぎだったでしょうか、朝方のそうですね、38ぐらいを高値に、そこからずるっと崩れた感じだったですね。これもちょっとうまく高値のとこちょっと売れませんでしたけど、もう一回30台とかがあれば、その状況にもよりますが、とりあえず売り場探ししてみようかなと、そんな感じで見ております。本日も何かございましたらお取引お持ち申し上げております。よろしくどうぞお願い申し上げます。簡単ではございますが、モーニングショットこれで終了です。